はい、こんにちは、サルウィンです。いきまっしょい、散歩系の実況をしていきたいと思います。今日はね、七夕イベントの、最終結果的な報告と、まあ、このお知らせをちょっと見ていこうかなと。あれ、これ連動サービスプレゼントキャンペーンってもう終わったのかな。まあ私はできてはいるんだけど、もらえたらから分かりまへん、分かりが出るほど分かりまへん。あ、7月11日か。4時の時点で登録が完了してる。はい。で、あ、まだか。これからもらえるんだ。今が5時49分。ってことで、あと1時間ちょいしたらもらえると。やべえ。銀貨がオーバーフローするやつ。まあ、しゃあない。でも、超えてしまう場合でも、満額受け取れられるらしいから、これはまあ、いいかな。うん。いいですね。素晴らしいです。で、イベが終わるんで、サーバーメンテナンス2時から5時の予定と。うん。ね、イベントが、七夕イベントが終了すると。2でってないよね。そんな感じで、七夕イベントどうなったのかと言いますと、うん。まあ、むしろイベントの進行度は、まあ、前回だかにはお見せしたと思うんですけど、ちなみに国力がね、そろそろ12になります。やったぜって感じです。でイベントはね、正直もう終わってはいるんですよ。特にまあね、全部7分の7、7月7日にして。で、あと交換もですね。何かご用でしょうか？はい、こんな感じです。っていうかね、これね、豪華な方が割と先に全部なんか終わっちゃって、どっちかっていうと余っちゃったのね。これもったいなかったな。で、武具が残ってるんだけど、まあこれはね、いらないから、まあ言うて、まあ回収してもいいかなとは思うんですけど、まあいらないかなって感じです。というわけで、まあ全部やりきりましたって感じですね。できれば、次回イベントがあるなら、逆も欲しいかな。豪華な短冊使って、豪華じゃない短冊。これなんつったっけ、こっちの短冊。も、なんか変換できるようなシステムが欲しいかもしれないです。特殊な例かもしれませんけどね、私の場合は。ちょっとミスった感もあったけどね、もうちょっと、まあ実際手も綺麗に分かれてはいたんですよ。上下でね。だから、ね、例えば、ここで言うと、D の1が豪華じゃない方。豪華じゃない方の名前忘れちゃったんだけど。で、D の2が、ね、2、要は1が普通で、普通だったっけ？まあまあ、あのね、ピンクの方で、2が豪華なやつが出るっていうのでね、そんな感じに出やすいっていうか、そういう風になってたんで、全部ね。なんで、私がちょっと、2をちょっとやりすぎたのかなっていう感じがちょっとあります。まあ、言うてでも、結局1でも、銀の宝箱からは豪華な短冊出ちゃうんで、まあ、ちょっと、まあ、若干だけ2をね、やりすぎてしまったのかなという反省があったんですけど、まあまあまあ、その辺はね、だからまあ、まあ、救済措置として、まあ、お互いの変更ができるようにしておいてもらえると嬉しいかなと。まさにね、もう仕事上がりで眠くてあくびが出ちゃうんだけど。てか、ここが最近ね、眠いんです。まさに眠くて手元が狂っちゃってね、みたいな。いいえ、いいえ。そうなんですよ。もうね、夏はね、夜勤してると辛くてね、日中寝れないんすよ。日中 寝て夜動かなきゃいけないんで、日中ね、寝たいんですけど、暑くて暑くて。だからまあ、リビングとかでね、エアコンかけて寝たりもするんですけど、あんまりやっぱね、それも良くないですからね、体にはね。やっぱきっちりね、ベッドで寝たいんですけど、自室のね、ベッドがある部屋はね、エアコン効かないんですよね。お、マジで？はい。早くしました。ってわけで、とりあえずね、七夕イベントは無事に終了したということで、満足しました。まあ、結構良かったんじゃないですかね、イベントとしてはね。サクサク遊べたんで、このパーティーでもお別れしますかね。あと、王位をレベル50まで上げて、まあ、その後は、まあ、まったり、育成しつつ、あとは、まあ、次のイベント始まるまでは、なんやっけ、各武将列伝を、やって、武将列伝が終わったら、ストーリーの難易度難を全部埋めていこうかなと。
あとそう、これね、セガさんが見てくださっていたら、ぜひ、聞き届けていただきたいんですけど、このページ、そろそろページっていうか、ここをある程度分けません？ページ数。1ページでこの一括で表示数が多いので、どうしても重いんですよね、ここの、このページだけ。こうやってちょっと待てば、全部章のイラスト表示されるんですけど、ちょっとね、そろそろこれ、っていうか、もう少し減らしてほしいかな、ページ、1ページの。もしくは相当変えてほしいかな。なんていうの、技巧色とかにするとか。今これ全部持ってるところがバーって一括表示されちゃうんで重いんですよねこれ。なのでできればページを分けてほしいですという、はい、要望でございます。あとここの武将変更っていうボタンに結構やり忘れて大体戻るを押しちゃうっていうことをやるんで、ここもできればちょっと分かりやすくしてほしいかなと。なんかちょっとね、なんか変ですよね。変っていうか、なんかね、しっくりこないです、正直。なんかないかな。これだっていういい案もないんですけど、もしくは武装変更ボタンもっとでかくしてもらうとか、もしくは武装変更を左にあ、ここに左側にあって、こっち側に戻るボタンがあるとかでもいいかもしれない。かな。そんな感じでお願いします。はい、そんな感じですかね。というわけで、今回は七夕イベント、馬長のね、故郷に願いをというね、イベントの、最終報告っていう感じでしたね。あとはまあ要望とかもね、ちょっと述べさせていただきました。そんな感じでお疲れ様でした。バイバイです。